杉田水脈さんね。そうですね、これ杉田水脈さんが私を潰そうとしている人たちの正体っていうのを書いてまして、はい、杉田さんもこれまでもうやられ放題やられて、はい、そのまあ、自民党からですね、あまりその物言うなと言われてたんで、はい、あまり言ったり書いたりできなかったんですけど、はい、もう言った方がいいよと、はい、いうことをですね、うん、まあ、萩生田さんはじめですね、うん、あの言ってですね、はい、今もう盛んに発信してるんですよ、はい、と発信してるとまたですね、うん、朝日なんかひどいんだよ、朝日で年中社説で取り上げられてるっていうのも、ね、まあ、あんまりいないよこれ、うん、はっきり言って、はい、そのこの前もですね、9月23日に杉田水脈氏もう議員の資格はない、うん、なんていうタイトルでね、はい、社説書いてるんでしょ。こんなのその朝日しか読んでない人はさ、はい、うん、そうかと思っちゃうんですよこれ、うん、だからその非常に困るんですけど、11月22日にはですね、差別扇動者と決別せよだよああ、ね、そうそう、ひどい書き方でしたね、あれは。ひどいよこれ、はい、市民の尊厳を平気で踏みにじり続ける杉田氏は問題にしないのか。少数派の人々が不安や恐怖を訴えているのに人権意識があまりにも低く立然する。少数派の人々が不安や恐怖を訴えてるのこれ、うん、訴えてないと思いますけどね。愛の人とかさ、はいはい、じゃあその問題になったさ、はい、コスプレおばさん、愛の人とか朝鮮系の人たちがさ、はい、不安や恐怖を訴えてるのかこれね、ね、うん、本当に。それでね、はい、この社説っていうのは、うん、少なくともその朝日の論説委員がですね、はい、何人今いるか正確には知りませんけど、はい、20人近くいるでしょう、はい、そういう人たちが今日のそのテーマ何するかということをテーマを出して、はい、それを討論して、はい、結果その中の一人があの書くと、はい、それを論説委員副委員長なり論説委員長がチェックして掲載すると、はい、こういう手順ですよね、うん、それは大体どこ の, その社説も同じですけど、はい、そうその朝日にもそのいろんな意見があるはずなんだけど、はい、これに対して反対の声が出ないのかと。いや本当そう思いますね、あのこんなやり方に関してね、はい、朝日の書き方の方がヘイトっぽいですよね。いやヘイトもいいとこですよこれ。それでこれね、そうですよ、11月22日のね、はい、社説はねこれなんですよ。その前にね21日に、うん、はい、西岡力さんが、はい、その杉田さんを、うん、その擁護するような文章を、正論にね、はい、正論っていう欄に産経新聞の書いたんですよ、はい、うん、これはソウルで開かれた慰安婦審判のことを、まあ、主に書いてるんですけど、その最後の方に日本でも真実勢力が攻撃される事件が起きていると、衆議院議員の杉田水脈氏が民間人だった16年に国連女性差別撤廃委員会を訪問した時に書いた SNS の投稿が今になって差別だと激しく非難されている、うん、でその論議で欠けている大切な事実があると、杉田氏はその時国連に何をしに行ったのかということだと、うん、はい、ね、日韓の嘘つき勢力は1990年から国連に足げく通い、慰安婦には強制連行された性奴隷だという嘘を広めてきた。慰安婦は強制された性奴隷だ、うん、それに対し民間人の立場で国連で反論を試みたのが杉田氏と山本由美子なでしこアクション代表だったと。2人は2015年に女性差別撤廃委員会の委員らの前で慰安婦強制連行説は根拠がないとスピーチした。同委員会は各国の指揮者らが委員となって加盟国に対し条約を遵守しているか審査を行う。委員らはそれまで国連にやってきた日韓の活動家らからそのような話は聞いたことがないとして日本政府に強制連行の有無について質問したと。杉田氏は日本の名誉を守るために国連に行ったのだ。国連で政府から名指しで批判された朝日新聞は今回必要に杉田氏批判を行っているが、杉田氏が何をしに国連に行ったかという貴重な事実を報じていないと。そうですね、要するに、はい、これを、うん、これにカチンときてですね、はい、翌日にこの社説を出したとしか思えないんだよ、はい、はっきり言って、うん、でね、その今月号の杉田さんの論文に杉田さんが書いていますけれど、はい、そのコスプレおばさんって言ったのがね、はい、けしからんとこう言われてるんです、うん、はい、だけどそこに来ている人たちが本当にアイヌの人たちなのかもどうかもわからないし、うん、そのスーツとかジャケットの上でこうあのなんだろう、そのアイヌのね、はい、民族衣装を羽織ったりしてたら、はい、うん、コスプレおばさんって言われてもしょうがないんじゃないと、うん、それとこの時に書いていないことがあって、うん、この時まあ杉田さんは大体議員じゃないわけだしね。そうですね、うん、はい、私はその場で
お前杉田水脈だなと100人ぐらいの人に囲まれて罵声を浴びせられたと、うん、そんな罵声を浴びせる人と同じ空気を吸いたくないと率直に思いましたと、うん、差別なんも何でもありません、はい、こんな人たちと同じ空気を吸いたくないと書いたことをまた文句言われてたわけです、うん、はい、それは囲んで怒鳴りまくってんだよ杉田水脈さんを、はい、うん、罵声を浴びせてるそういう連中と同じ空気を吸いたくないと言っただけであって、はい、そういうことについては書いてないわけですよ、うん、コスプレおばさんっていうのもどこが悪いのかと、はい、杉田水脈を批判してる連中がそのどういう人たちかっていうのをもっとちゃんと書けと国連人権委員会に行って7年後の2023年春に、自分が書いたブログについて札幌法務局と大阪法務局に人権侵犯であるという申し入れ訴えがあり、9月に札幌法務局大阪法務局ともに人権侵犯だと認定されました、うん、ね、それも変でしょ、だって7年後だよ、はい、そうです、ね、変です、うん、で札幌法務局大阪法務局どちらの結果通知にも人権侵犯の認定はしたものの啓発を行い措置は猶予することになったとありました。つまりこれといった具体的な処分などは何もありません。すで、うん、に削除前に問題になった時に国会でね、うん、削除を謝罪しているのですからこれ以上やれることがないんですと、うんうん、で訴えは確かに大阪と札幌と2カ所で行われたものの同じタイミングでほぼ同じ投稿についての訴えだったにもかかわらずマスコミは2例もあったと時期をずらして大騒ぎすると。そうですね、これも僕もちょうどニュース見たときに、うん、大阪でもやられたんだって一瞬思いましたからね。そう思いますよね、はい、最初思いますもん、うん、知らないけど、そうそうそう、はい、正論滝田さん、滝田真紀子編集長の調べによるとこの配信数、共同通信の配信は6件、朝日新聞9件、毎日新聞8件、読売新聞2件、産経新聞3件、NHK 3件、要は朝日とか、ま、毎日共同がやたら多いんです、はい、うん、それで、いいこと言ってますよ、杉田さんは。例えば辻元清美議員は政界進出する前に出版した清美するで新人類が船を出すという本で皇室について生理的に嫌だと思わない、ああいう人たちというかああいうシステム、ああいう一族がいる近くで空気を吸いたくない、うん、天皇というのも日本が嫌だという一つの理由でしょうと記しています。この件については2017年に衆院憲法審査会で一面的だったと反省の弁を述べていますが、私が削除謝罪した投稿について今なお問題視されるのならば辻元議員の記述も問題である。その通りです、問題だよこれ。その通りです、はっきり言って、はい、うん、だから誰かやればいいんだな、はい、うん、人権法務委員会申し立てればいいんですよこれ、うん、法務局に、はい、朝日といえばこんな報道もありました。私がツイッターなどでフェミニズム研究について反日国益に反する研究をしていると投稿したらそれで中傷し名誉を傷つけたと大阪大学の牟田和江名誉教授ら4人が損害賠償などを、求めます。研究費がこう出ていると、はい、そういう研究に、うん、ね、で国益に反する研究になぜ そういう金出すんだというようなことを書いたわけですよ、うん、したらその訴えたその党の大阪大学の牟田和江名誉教授らがで訴えられた発言項目は全部で34あったのですが、うん、一審では全て却下されました、うん、続く控訴審では34のうち1項目だけ認められ、うん、33は却下された。そうですよ ね、 ね、はい、その1項目は牟田教授に対してのもので他の3人については控訴棄却ですと、うん、どう見てもこれは私の勝訴勝ってんですけど私が勝ってんのに控訴審の結果を朝日新聞は杉田秘書の逆転敗訴と見出しをつけた。ひどいですね。ひどいよこれ、はいはい、こういうの朝日新聞の中からこれおかしいよってこれ出ないのかね、これ、うん、まあ、そうですね、見出しつけてるのは整理部で整理部どうなってんのこれ、うん、もう単なる本当の活動家のビラですよね、うん、朝日新聞は、うん、これはひどいですよ、はい、事実に基づいても話ができない、客観性が、何もないわけですからね、うんうん、はい、それに事実に基づいてタイトルつけなきゃダメなの。タイトルが多少過激になったりなんかするのはしょうがないですよ、はい、我々もそうですけど、うん、それはね、はい、あるいはなんていうかな、一点拡大とか、はい、だけどここに書いてあるさ、うん、34件のうちさ、はい、33が却下されて、うん、他の3人については全部控訴棄却なのに、うん、勝訴はないだろこれな、うん、ついたし敗訴、逆転敗訴か、逆転敗訴って見出しは使うんだろう、いくらなんでも、うん、
これはひどい。だから杉田さんも一人で戦ってるから大変なんで、うん、そうですね、もう本当応援してるんですけど、はい、もうぜひ応援してあげてくださいよ、そのまま、うん、本当に、はい、で朝日新聞に関連して言うと、あの南明っていうさ、うん、あれがあの前週刊誌のどっかの紹介の時も言ったかもしれないけど、あの元あの新聞論連の委員長な、はい、これが、辞めてあの琉球新報行ったんですよ、はい、琉球新報、まあ、うん、それも、はい、昔はね、はい、調子なんかとかから、はい、うん、あるいは産経とかから朝日新聞に行くっていう系統だったんだけど、はい、今もう朝日ダメだからもう調子でやるよっていう感じでですね、調子南明さん行きました、はい、沖縄に、うん、この人もあの、とにかく新聞労連委員長を務めたぐらいの人ですから大体わかると思いますが、それでですね、その時にこう書いてるんだけど、うん、このそのいきさつを書いてまして、それはですね、まあ、要するにですね、筑紫哲也さんがニュース23をやってた頃に、力の強いもの大きな権力に対する監視の役を果たそうとすること、とかく一つの方向に流れやすいこの国で少数派であることを恐れないこと、多様な意見や立場を登場させることでこの社会に自由の寄付を保つこと、こういうふうに言ってた。これはもうその通りで、これは本当そうだと思いますよ、はい、でもこれをさ朝日ちゃんとやってほしいと思いますが、自分がですね、昨年7月8日、うん、安倍さんが銃撃事件の深夜の出来事、安倍さんが殺された、うん、参院選報道を仕切っていたある先輩デスクが突然ニタニタしながら近づいてきて、嬉しそうだねと話しかけてきたのだと、うん、人の命を暴力的に奪う殺人と言論による安倍政権批判との区別もつかない人物が報道の中枢を担っている状況に立然としたと、うん、あなたのような人間はデスクの資格がないからやめるべきだと指摘したが、茶化してくる、このような人間がはびこる組織を次世代のジャーナリストに進めることはできないと考えるようになった。あ、それが辞めた一つの理由だ、はいはい、元首相銃撃事件は言論による問題解決を信じることができなくなった人物が実力行使で人の命を奪った強行だった、うん、報道に携わる人間として言論の敗北と受け止めるべきだ、その厳粛さに向き合うこともなく嬉しそうという言葉を使う姿には権力に異を唱える存在に対する冷笑主義が満ち溢れていた、10月制の退職前に朝日社員に送ったメッセージには、今の朝日新聞の組織には絶望感ではなく絶望しかない、ただ絶望ときちんと向き合えば朝日新聞のあるべき姿を取り戻すことができるという趣旨のことを綴ったと、まあ、こう言ってますけど、はい、このニタニタ笑いながら嬉しそうだって言うのは信じがたいあれだね、うん、その7月8日の、うん、夜ですよ、相当腐ってるんですね、うん、朝日の中は。まあ南さんのこれあの、はい、岩波書いたんだけど、世界に書いたんですけど、はい、まあ、あの、うん、これに全面的に賛成するわけじゃないけど、そういうその、はい、断片的なエピソードの文はですね、はい、まあ、貴重な証言ですよ ね、これ、うん、はい、はっきり言ってね、まあ、うん、琉球新報行ってまたどんな記事をお書きになるのか分かりませんが、まあ、左っちゃ左ですからね、いや、もバリバリの左ですから、まともな沖縄報道をしてくださいね、はい、本当に、はい、お願いしますよ、はい。